ます。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の好走が期待できます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はここまで無敗三冠馬娘里野ダイヤモンド。2番人気を紹介しましょう。グランプリ馬娘ナイスネイチャー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗二冠馬娘スペシャルウィーク1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはヤマインザファー、10番西のフラワー。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク。ヤマインザファー早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は10番、3番手8番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。花を奪っていったのはヤマインザファー。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、8番並んでくる西のフラワー。空想この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭がやや早いのか間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。依然先頭はヤマインザファー、続いて西のフラワー。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。依然としてヤマインザファー、続きました西のフラワー。3番手に8番、さらにその外からはスペシャルウィーク里野ダイヤモンド。続いている内を回って10番、その外並んでナイスネイチャー。内を回ります4番、2馬身差3番、1馬身離れて12番、内を回ります5番、少し離れて14番、9番、外から行く最高峰ゴツンと1人7番、意気揚々と先頭行きます。ヤマインザファー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう馬娘たちがどう動くか。